今回は、日本のリニアにスポットを当てた CNN の映像からです。早速ですが、以下が映像の内容になります。世界最高クラスの性能を持つ日本の鉄道システムは、1日で何百万人もの人の移動を可能にしている、いわば日本の動脈である。それだけの規模がありながら、ダイヤは極めて正確である。東京駅を歩けば、あなたは、3000台以上の車両に囲まれる。このたった一つの駅から、1日50万人が移動しているのだ。しかしながら、日本で、鉄道は、輸送機関以上の存在になっている。日本という国のキャラクターを反映するものであり、諸外国との結びつきを強めるものなのだ。1964年に世に出た、ゼロ系新幹線の最高時速は210キロだった。同時期のヨーロッパ最速の鉄道は160キロである。新幹線は、その力を世界に示したのだ。ゼロ系新幹線の運転手、荒木文宏さんへのインタビュー。初めて、新幹線が世に出た時、どのように感じましたか？世界一速い列車を運転するという気持ちで、とても興奮しました。1964年に東京オリンピックが開かれたので、その時期に合わせることで、世界に日本の戦後復興、それから技術の高まりを見ていただこうという意味もあった。新幹線の完成を日本人は非常に誇りに思ったのです。そして日本は今さらに上を目指そうとしている。時速600キロで走るマグレブリニアを開通させようとしており、東京郊外の静かな立地にある山梨にて実験が行われている。この新たな技術の実用には、路線をゼロから整備する必要がある。日本は山が多く、また、用地の買収費用が抑えられることになるため、全体の 85% は地下やトンネルを走る予定だ。記者の方が、リニアに実際に試乗。世界最速の電車の上を歩いていますが、まるで飛行機の中にいるかのような気分になります。実際に、マグレブは飛行機と同じくらいの速度が出ますが、それでも乗り心地は驚くほどスムーズです。リニアへの搭乗は多くの日本人が心待ちにしている旅なのだ。以上になります。コメント欄には、日本への称賛の声が殺到するなど、大きな反響を呼んでいましたので、一部をご紹介します。海外の反応。世界の人たちが思考を止めた地点から思考を始める。それが日本人って人たちなんだよ。パキスタン。日本は、自分たちが日本であることを証明してるだけさ。ブラジル。スウェー。完全に、アメリカは、日本に置いてかれてる。アメリカ。日本が、再び歴史を塗り替えようとしているわけか。ミャンマー。1964年の時に210キロだってさ。次は、600キロ。しかも記録を作るのは、また日本だ。ベトナム。惑星日本の住民の何がすごいのかって言ったら、規律正しいのに、革新性があるってことなんだよ。鉄道に関しては、確かに、日本は世界一だろうな。エジプト。日本の高速鉄道は、1964年の時点で210キロか。うちらの MRT は、今日もまた故障してるのに。シンガポール。俺たちの科学技術が世界最高の時代もあったんだよ。アメリカ。日本は、今未来を作ってるところなんだ。君たち、これがまさに未来だよ。スリランカ。日本人って一体何なんでしょうか。デンマーク。日本だけ、世界の先に行き過ぎじゃないだろうか。インド。実際のとこ、それだけのお金をかける価値はあるのかな。ベルギー。速度も重要だけど、日本の鉄道は時間通りだし、
車内とかが清潔なのが一番素晴らしいと思う。イギリス。日本は偉大な国だよ、ほんと。幸運なことに1年半日本で暮らしてたことがあるけど、大げさじゃなく、すべての瞬間がハッピーなものだった。日本人は、みんな本当に最高なんだ。国籍不明。私も、何年か日本で暮らしてたよ。素晴らしい時間だった。みんな素敵で、街は、本当に本当に清潔で、犯罪も、ないし秩序が乱れることもない。それから、歴史的、自然的な美しさにも溢れてる。日本語の難しさと物価の高さには正直抵抗したけど、身近にいる日本の人たちの優しさが、すべてのマイナスを埋めてくれた。インド。トルコには、やるべき課題が多すぎる。日本みたいな国になるなんて、夢のまた夢なのかな。トルコ。日本のマグレブがあれば、コペンハーゲンとロンドンが、わずか30分以内で結ばれることになるわけだ。経済効果がものすごいことになりそうだ。デンマーク。日本は時速600キロの鉄道をテストしてる。なのに、インドは内部構想のせいで全く話が進まない。インドはこれからもずっと発展途上国だろうな。宗教とかカースト制度とかその他もろもろがインドの発展を妨げてるんだ。情けない。インド。世界よ、これが日本だ。これが日本なんだ。国籍不明。俺たちも鉄道技術を向上させていかないと。昔はいろんな面で世界をリードして日本になってたのに、今じゃ外国から買うことしかできなくなってる。国籍不明。テスト走行を生で見てきたよ。文字通り、マグネットの上に浮いてて、地震があったら、マグネットも一緒に動くから、乗客は、地震に、全く気づかないらしい。アイルランド。日本人の頭の中を一度覗いてみたい。シンガポール。1964年に完成した新幹線に、600キロ出るマグレブ。日本人の勤勉さと、創造的な精神がわかるね。本当に驚異的だよ、あの人たちは。トルコ。1964年200キロ。2016年600キロ。今は、バンコクからチェンマイまで12、20時間かかるけど、日本のマグレブなら、たった1時間で行けるのか。ベトナム。やっぱり、科学技術に関しては、日本がナンバーワンか。国籍不明。日本の鉄道技術を追い抜くのは、どこの国にも不可能でしょう。フィリピン。ドイツにも、あの技術が導入されれば最高なのに、ドイツ。ドイツもマグレブを作ることはできたんだ。だけど、2006年に大きな事故が起きてしまって、マグレブは危なすぎるし、コストがかかりすぎるということになった。そんな、こんなでプロジェクト自体忘れられてしまった。上海のマグレブ計画に携わってたのは、ドイツのエンジニアたちなんだ。ちなみに、ドイツの鉄道はちょくちょく遅れるし、本当に急いでる人にとっては、そこまで信頼できるものじゃない。そんな状況なのに、政府は、ドイツにやってくる、ドイツの法律と文化に敬意を払ってない外国人に、大量のお金を注ぎ込んでるんだから困ったものだよ。移民こそ、ドイツの将来だって考えてるし、悲しい。ドイツ。日本は、コンスタントに、新たな技術を開発してくる。そんな日本が、とにかく大好きだ。スウェーデン。日本は理想的な社会だと思う。もし、日本に、うちらの半分でも資源があったら、どんなすごい国になってたかは、神のみぞ知るだね。ブラジル。こっちの線路は夏になると溶け出すし、ひねれるしで、そりゃ、あもうひどいもんだよ。オーストラリア。俺の国なんて、今谷電車が、ちゃんと目的地に着くか心配してる段階。遅延くらい、もうなんとも思わなくなってるし。あ、目的の駅で、扉がちゃんと開くかも、懸念材料だわ。フィリピン。日本人は、本当に勤勉だし創造的。それから聡明で、才気に溢れていて、献身的で、愛国心が強くて、愛すべき国民性で、不正を許さない。
ドイツ人のことも日本人と同じくらい尊敬してる。この2カ国は戦争で壊滅的になったのに見事に復活した。アメリカも富裕層がちゃんと税金を払ってれば今頃リニアだって作れるだけのお金があっただろうに。アメリカ